ロジャー・メイソンはアメリカ合衆国ワシントン DC 出身のバスケットボール選手。ポジションはガード。196センチメートル、93センチメートル。現 NBA 選手会副会長。バージニア大学に3シーズン在籍した後、2002年の NBA ドラフトでシカゴブルーズから全体31位で指名され、NBA 入りした。1年目に、 肩の手術を行ったため、ブルズでは20試合の出場に止まり、2年目の2003から04シーズン途中に、リック・ブランソンと交換で、トロントラプターズへ放出される。3年目のシーズンも開幕ロスターに入ったが、2004年12月に解雇された。その後、2005年1月にギリシャリーグのオリンピアコスト、契約し、翌シーズンは、イスラエルリーグのハポエル・エルサレム BC でプレーした。 2006年9月にワシントン・ウィザーズと契約し NBA に復帰した。2008から2009シーズンによりサンアントニオ・スパーズに移籍。主力選手に怪我人が続出した穴を埋める活躍を序盤戦で見せた。レギュラーのエマニュエル・ジノビリが故障がちであったため後半戦もスターターとして出場する機会も多く平均11.8得点、3.1リバウンド。 2.1アシストと自己最高の成績を残しチームの地区優勝に大きく貢献した。チームの危機を勝負強いシュート力でたびたび救い、期待以上の活躍を見せた。2010年8月にニューヨークニックスに移籍後、翌年ワシントン・ウィザーズに戻った。2012年8月3日、ニューオーリンズ・ホーネッツと契約を交わした。2013年9月27日、 マイアミヒートに移籍。2014年2月20日、サクラメントキングスに放出され、即解雇された。以降は契約するチームもなく、引退状態となり、NBA 選手会副会長職に専念している。ガードの選手としては平均以上のシュートレンジ、得点能力を誇っている。反面アシスト能力は1試合平均2以下であり、平均よりかなり下のランクである。 ありがとうございます。